左足で、あと抜けたボール、セカンドボール、オーバーヘッド、あったない、オーバーヘッドで振りましたが顔面を蹴りました。鈴木大輔のオーバーヘッド、顔を押さえているのは菅井、レフリーの東條さんはイエローカードを持っています。口切れてますね、口が切れてるみたいですね。もう鈴木も菅井も、Swansea spoiled Louis van Gaal's Old Trafford welcoming party back in August. And now he's left to pick up the pieces after a 2-1 loss in Wales through a Spanish.